アトピーの原因は乾燥肌やスキンケア不足によって起こるものではございません。本当の原因はこのリーキーガット症候群です。世界からアトピーをなくす。どうも、児玉貴弘です。今回はですね、アトピーの原因解明、アトピー性皮膚炎を起こしてしまう真の原因、リーキーガット症候群についてお話していきたいと思います。個人的にですね、アトピーの原因である食べ物と言われている理由はこのリーキーガット症候群にあるんじゃないかと考えています。これはね、アトピーの人はね、単にこの食べ物がいいとか悪いとかそういうお話をしたいわけじゃなくて、腸がこんな状態、リーキーガット症候群になってしまったら、いい食べ物を食べようが悪いものを食べようがですね、何してもどうしようもないわけなんですよ。このリーキーガット症候群っていう言葉、あなたはご存知ですか？海外では学会クラスで話されていることなんですが、日本ではまだまだあんまり知名度がないものですよね。だからこそアトピーのあなたには絶対に知っといてほしいこのリーキーガット症候群についてお話します。今回の動画の内容っていうのはですね、リーキーガット症候群になっちゃったらアトピーが治っていくっていう可能性は見込めないっていう話と、じゃあこのリーキーガット症候群治そうぜっていうところのお話をしていきたいと思います。まあ、こんな感じでですね、当チャンネルではアトピーを根本的に治すために、薬なしで治すための方法をご紹介しております。よかったら今チャンネル登録ボタンを押しておいて、他の動画もよかったらチェックしておいてくださいね。それではやっていきましょう。ではリーキーガット症候群とは何なのかっていうお話からいきます。まずは想像してみてほしいんですね。あなたは今ですね、ご自身の寝室にいるとします。そして暑いから窓を開けて網戸をしている状態ですね。じゃあ網戸をしていたら虫は入ってこないわけですけども、網戸に小さな穴が開いていたらどうでしょうか。そこから蚊が入ってきて、夜寝ている最中、耳元でキーンという声が聞こえるわけですよね。そうなるとイラーってしますよね。で、この蚊殺しちゃおうかって言って殺虫剤持ってきたり、電気つけてムキになってこう殺したりとかっていうご経験ないでしょうか。実はこの腸で起きているリーキーガット症候群というものは、この虫が入ってきた状況と似ているんですね。腸という筒がありますよね。で、その筒のこの一番内側のところ、この部分に粘り気のある膜、粘膜というものがかぶさっています。この粘膜はね、まあ、網戸のようにですね、細かい小さな穴が開いて、こういう格子状になっているんですね。で、この格子状になっているおかげで、体にとって必要な栄養素とかは、このまま吸収することができるんですが、体にとって良くないものは、バリア機能としてですね、弾き返してくれるっていう役割があるんですね。体にとって悪いものを食べたとしても、自分の体で自分の身を守るっていう働きが備わっているわけなんですね。だから人間ってなかなか死なないわけなんですよ。しかし、先ほどお話したように、腸に穴が開いたせい、そこからいらんものが入ってきたせいで全身に炎症が起きてしまう。そして、その炎症が皮膚に伝わってくるんです。でもなんで皮膚に伝わるのかっていう話なんですけど、これはですね、皮膚と腸がつながっているというお話があるんです。人というものは筒になってるんですよね。実はこの口からこの肛門までは空洞なわけじゃないですか。つまり人というものは筒状になっているわけです。トイレットペーパーとかも同じだと思うんですけど、中の筒、内側の部分も紙でできてますし、外側の部分も紙でできてますよね。人間も同じようにですね、腸の膜であったり皮膚の膜っていうのは同じもので出来上がっていくんです。この腸の膜であったり皮膚っていうのは、まあ、今は成長していく過程で形とか見た目とか内容は変わってくるんですけど、もともと作られている材料というものは同じものだったりするんですね。つまり腸の中の炎症というものは皮膚で起きるっていうことになってしまうんです。腸は皮膚の鏡だとかっていう話も聞いたことありますよね。顔にニキビができていたら体の中のどこかが悪いっていうサインだよっていうふうに見る人もいますよね。で、じゃあこんな状況になってしまえば、腸にぽっかり穴が開いてしまったら、どんな食べ物食べたところで余計なものが体の中に入ってきて通してしまうわけです。体内の中に入れちゃうわけですよ。そうなったら炎症を起こしやすい体になってしまうわけです。何食べても一緒ですよね。だからこそこのリーキーガット症候群を治しましょうっていうお話はなるんですが、じゃあこのリーキーガット症候群の一番の原因と言われているものはやはり食べ物なんです。もちろんリーキーガット症候群はタバコだったりストレスだったり、そういった別のものからリーキーガット症候群を起こすこともあります。しかし腸に直接触れることはないものですよね。じゃあ腸に直接
触れるもの、毎日毎日腸に触れるものって何ですか？あなたが食べたものですよね。あなたが食べたものは口の中に入って腸に到達するわけですよ。直接腸に触れ合うことがあるんです。だからこそ食べ物というものは慎重に選ばないといけないんです。リーキー型症候群になってしまうから。そしてその食べ物の中で特にこのリーキーガット症候群になりやすい、アトピーを引き起こしやすいもの7つご紹介していきたいと思います。それでは紹介していきますよ。まず1つ目、砂糖です。砂糖は何が悪いのか、悪玉菌の大好物なんです。腸というものは3つの勢力があるんです。1、善玉菌、2、悪玉菌、3、日和見菌。この3つの菌によって腸内環境っていうのがバランスが保たれてるんですね。善玉っていうのは体によくですね、健康と言われるものなんですね。善玉の方が多いと体に炎症はほとんど起きにくいですし、お肌も綺麗になるし、健康的になるし、心の健康にも役立つというので、善玉菌増やしましょうねっていうふうに広まっていますよね。しかし悪玉というものは増えすぎると炎症ばっかり起こしやすい体になっちゃうんですね。体に病気を作るのもこの悪玉菌が増えすぎることによって起きるとも言われています。でもね、悪玉はゼロになっちゃダメなんですよ。ドラえもんでいうところのジャイアンの役割なんです。ジャイアンってね、普段いじめっ子のようにね思われがちなんですが、共通の敵を見つけた時のあの頼りになる感ね、ジャイアンは映画になると味方になってくれるわけです。実は悪玉菌も同じで、何かのウイルスだったり余計なものが入ってきた時に善玉菌ではやっつけられないんですよ。しかし悪玉菌のパワーを使ってやっつけることができるんです。まさに毒を持って毒を制するというような感じですね。なので悪玉菌も必要なんです。しかし正常な時は善玉菌のバランスが多い方がいいわけなんですね。で、じゃあ善玉菌が悪玉菌よりも多いとどうなるのかって言ったら、次はね、日和見菌っていうもう一人のやつ、こいつが味方になってくれます。日和見菌っていうのは基本的にはもう中立な立場です。どっちにもつきます。で、どっちにつくのか、多い方、強い方につくっていうのがこの日和見菌の特徴なんですね。善玉菌の勢力が強いと日和見菌は善玉菌に加勢してものすごい強い派閥になるんですね。しかし悪玉菌が活躍すると悪玉菌についちゃうため、これも悪くなるときはもう一層悪くなってしまうんですね。だからこそ善玉菌が優位の体を作るべき、腸内環境を作るべきなんです。だからこそアトピーの人っていうのはこの腸内環境を良くしなくちゃいけない。どういうふうにするのかって言ったら、善玉菌優位な体を作っていくっていうことが大事なんです。しかし砂糖を摂るとどうなるでしょうか。砂糖というのは悪玉菌の大好物なんですよ。砂糖が体の中に入ってくることによって悪玉菌がうわーっと一斉に増え続けます。増え続けることによって日和見菌がさらに加勢、そうすることによって悪玉菌の勢力がめちゃくちゃ大きくなるんですね。悪玉菌の勢力が強くなれば体の中で炎症をたくさん起こすようになってきます。そうなると腸にあった膜ですよね、この膜を溶かして穴を開けちゃうわけですね。そうしたら穴が開いてしまうわけですから、余計なものが入ってきやすいようになってしまって、アレルギー体質、アトピー性皮膚炎になってしまうわけです。だからこそ砂糖は今すぐやめましょう。さあ次は2つ目でございます。小麦、グルテンです。これなかなか有名どころだと思います。小麦のグルテンというものは消化しにくいんですね。さらに体の中に入ってしまうと敵とみなされるタンパク質なんです。グルテンというものは小麦のタンパク質の一種、さらにグルテンの特徴としてはネバネバ、ドロドロとしたものですよね。あなたホットケーキ作ったことあるでしょうか。ホットケーキ作ると混ぜるとネバネバしてきますよね。あれはグルテンの働きなんです。グルテンというのは特有の粘り気があるわけなんですね。この粘り気が体にとって毒なわけなんですよ。あなたはホットケーキを焼いた後のボールね、中に入れたお皿洗ったことあります？めちゃくちゃ取れないでしょ。全然取れないんですよ、あれ洗うとね。なぜかというとグルテンの粘り気があるからです。あれが体の中に入ってくるんだと思ってください。グルテンが入ってくると、グルテンをどうにかしようと思って炎症を起こしてしまうんですね。なんでかって言ったら、炎症しないとやっつけられないぐらい大変な消化できないものなんですよ。これをやっつけるためにこういっぱいで炎症を起こしたりとか、こう体の中に負担をかけ続けることによって腸の粘膜がふわっと広がり、でグルテンが体内に侵入してくるんです。で体内に侵入してくることによって
血液中の中の白血球がグルテンを敵と見なし、そのグルテンをやっつけるために炎症を起こすんです。警報を鳴らすんです。全身に炎症を起こしてこいつを外に出せっていう風になるわけです。グルテンやめましょう。グルテンフリー最高です。ではアトピーの引き金のリーキー型症候群を起こす原因の3つ目、カゼイン、乳製品ですね。これも小麦と同じように消化できないタンパク質の一種です。消化するためにね、体の中一生懸命働き続けるわけですよ。消化液もいっぱいぶっかけるんだけど全然消化できねえわってなっちゃうんですね。そうなってくると腸の粘膜を壊してしまって、そして牛乳の中に含まれるカゼインタンパクというものがアレルギーを体内の中で起こすわけです。乳製品体にいいみたいなこと言われてますが、いや、カゼインタンパクの影響は指摘されていること非常に多いです。なのでこの乳製品を見直すということもやってみてください。さあ4つ目、4つ目はお酒です。お酒はもうすごいですよ。2時間飲むだけ、ビール約4杯5杯飲むだけであなたの腸内環境は悪玉菌一色になれます。中杯、これだったら 1,2 本とも言われています。なぜかというと中杯の中には甘い糖分が入っているわけですね。砂糖は悪玉菌の餌ですよね。お酒はマジでやばい。悪玉菌を優位にさせるというところでお酒ってよろしくないんですけど、もっともっとやばいものがあるんです。何か、お酒の中に含まれるアセドアルデヒド、これはね、人体史上最悪の活性酸素と思ってもらっていいと思うんです。活性酸素といったら簡単に言ったら体にとって毒ですよ。取りすぎると毒になるものです。で、これを取りすぎるとどうなるのか、老けます。普段からお酒とか揚げ物とかよく食べてる、タバコもよくするよねっていう人、そういう人でなんかこう髪が薄かったりとか太ってたりとか老けてる人とかいるじゃないですか。あれって何かって言ったら、このアセトアルデヒドが影響するって言われてるんですね。実はこのアセトアルデヒドっていうのは体にとって黄毒なんです。老化を早めます。死ぬほど早いです。肌が劣化するのもこのアセドアルデヒドめちゃくちゃ効果あるんですよね。だからこそこのお酒はもう一切飲まない、どんな健康法よりもお酒をやめること、これが一番手っ取り早いです。そして5つ目、お薬です。じゃあそのお薬の何かって言ったら、鎮痛剤、抗炎症薬、かゆみ止め、こういったものを取ると腸内環境めちゃくちゃ悪くなります。実はね、お薬って効果めちゃくちゃすごい分、体にとって負担も大きいわけです。痛み止めとかかゆみ止め出された人で一緒に胃薬を出されたご経験ないですか？実はね、胃薬を出さないといけないぐらい効果が強いお薬なんです。抗炎症薬とか鎮痛剤とかかゆみ止め、ああいったものは本当に効果が強いんです。薬とか飲んだら眠なるでしょ。もうすごいですよね。体がクッと変わるんですよ。それぐらい効果があるものを毎日毎日飲んでる人がいるわけですよ。で、1回や2回飲んだところですら腸内環境悪くなってもすぐに修繕できます。しかしこれを毎日毎日飲み続けるから、そりゃ体も悪くなるよねという感じです。なのでむやみやたらにお薬を飲むということは私は勧めません。抗生物質は腸内細菌をいい方も悪い方も全部バヤッとなくしてしまうんですね。壁のないお城みたいな、そんな状況になってしまいます。なので抗生物質も必要であれば使えばいいですが、頻発して何度も何度も毎日毎日飲むような薬ではないということを心がけてください。もう絶対ダメですよ。そして6つ目、食品添加物。食品添加物はね、体にとって安全な量を規定していますというルールでやっていますが、あくまであれは1個のものの研究結果に基づいたお話なんですね。1つの食品添加物をその量を取り続けて生きていく上で死なない程度に安全だなって言われてるわけなんですよ。しかし食品添加物なんか1日に何百種類って取るわけですよね。じゃあその何百種類を取った上で安全だったのかっていう研究結果はないわけなんです。ただいま絶賛研究中でございます。あなたの体を試されてるわけですよね。で、さらに食品添加物を消化するために、外に出すためには体の中のミネラルを大量に使ってしまうわけです。他の動画でね、亜鉛は重要だ、ミネラルの亜鉛は重要だ、マグネシウムは重要だっていうお話をさせてもらったんですが、こういったミネラルを使い切ってしまうことがあるんです。自分が頑張って貯めた貯金を一斉に使う、そんな感覚ですね。なので食品添加物も気をつけなければいけない。多少取っても問題はないと思います。ただあるよりない、ないがいいに決まってます。もちろん全くないものを選ぶことは難しい、なしで生活することはできないけども、少ない方がいいよねっていう考えは持った方がいいです。そして最後、農薬、これも食品添加物と同じように考えてください。あるよりもないに越したことはないわけです。
農薬もね、同じように日本できっちりと厳しい基準で安全の基準を作ってますよ。で、その安全の中のもっと安全を考慮してきちっとね、こう基準を作ってくれてはいますよ。でも取るより取らない方がいいに決まってます。なぜかというと、この農薬もリーキー型症候群の原因になると言われているから。だからこそ避けた方がいいよねっていうお話です。そして今までご紹介させてもらった7つのリーキーガット症候群を起こすもの、アトピーを起こす原因の食べ物を紹介しましたが、アトピーの治し方というのは何かって言ったら、このアトピーの原因になるリーキーガット症候群を起こす原因になる食べ物7つをやめればいいんです。やめられますか？甘いものやめられますか？乳製品やめられますか？この7つをやめるだけでマジで効果出ますから。まず一歩目ですよ。アトピーを治すため、アトピー性皮膚炎を治すための一歩目として、まずこの7つを避ける、量を減らすっていうことをやってみてください。で、さらにそこからリーキーガット症候群を治すために必要な栄養だったり何かアクションのお話、これはね、次回していきたいと思います。まず治すためには原因になってしまうものをやめることで、やめたら次に必要なことをする。で、この必要なことは次回にお話します。で、必要なことをする前にまず余分なことを取り除いてしまいましょう。あなたの体は火事が起きてるわけです。じゃあ火事が起きてて、水をかけたら火は消えるかもしれないけど、着火剤を火事の中に入れ続けたらどうなります？もっと燃えますよね。いくら水かけても着火剤入れるようなことを続けていれば火事は収まりません。あなたはそれと同じようなことをしているわけです。なので、まずこの着火剤を入れることをやめましょう。で、やめてから火を消すっていうことをすれば、早くアトピーを改善することができます。なので、まずこれをやめる。ちょっと大変だと思うんですけど、ドーナツとか食べたいと思うんですけど、頑張ってみてください。というところで、今回はアトピーの原因解明、アトピー性皮膚炎を起こす真の原因、リーキーガット症候群についてのお話と、リーキーガット症候群の治し方、対策についてお話しさせていただきました。今回のように当チャンネルではアトピーを治すため、アトピーの原因についてお話している動画たくさんありますので、よかったらチャンネル登録ボタンを押していただいて、そして、コメント欄、いいね、高評価もね、ぜひやってください。こういう情報価値あるでしょ？なかなか聞けないでしょ？もうね、だから聞けたんだから、いいねとかコメントいいでしょ？お願いします。はい、というところで、今回も動画ご覧いただきありがとうございました。またですね、アトピーを実践的に根本的に治していきたいという方にはですね、無料メールマガ動画講座っていうのもありますので、よかったらそちらも覗いてみてください。メールアドレスを登録するだけで無料でできますので、よかったらどうぞ。はい、というところで今回も動画ご覧いただきありがとうございました。はい、アトピーの原因はリーキー型症候群にあったという話でした。では、またお会いしましょう。